ピーだな。これね、小玉。小玉知ってる？尾道の人知ってるよね、三原の小玉って。あの、なんだっけ、おはぎ。おはぎの店有名だよね。そこのね、いなり寿司も美味しいわけ。これちょっと、いやーん、ほら。ね。ちょっといただきます。ジューシー。うまい。ご飯の一粒一粒がね、パラパラパラっとなるんだよね。握り具合がいいなー、もうこのご飯。うまい。でね、多分これ甘口。僕ちょっと割とね、カレーだのハンバーグだの好きなんですよ、だから。こういう甘口が美味しい。いいですなー。しかも何これ。揚げ物みたいなもんももらっちゃいました。もう、いただき物差し入れ生活第何弾かわかんないけど。いい匂い。いただきます。たった揚げ？美味しい。美味しいです。ごちそうさまでした。今日はちょっと、もう一個ね、やることあんの。これ、スパークティーを作りますよ。仕込みになんか、あのね、4、5日かかるって。ペパーミントの、これ、ペパーミントのティーバッグ。それを、炭酸のペットボトルに、あんまりしばしば言わないけど、これ大丈夫かね。この中にこう、もう、ブチッと、ブチッと入れちゃって、すぐこれ蓋するんだって。すぐ。はい。これで、ひっくり返して、5日間ぐらい、置いとくそうです。置いときます。いやー、こだまうまい。はい。小玉うまいわ。